ようこそミノミュージックへ、どうもミノです、最近ですねテレビゲームの音楽のスタイルで名盤をコピーするって動画が結構 YouTube 上に上がっています。はい、サウンドフォントというものがあるんですけど、要はだからですね、任天堂64のマリオのこの音の配列、それをまあパレットにして、音を作るみたいな、まあキーボードのね、この鳴る音をそれに変えるみたいなものがあるんですけど、あるいはゼルダの伝説、神々のトライフォースだったりとか、ロックマン X とかね、いろんなそういうサウンドフォントという形で、このゲームの音色をそのままダウンロードできますよみたいなのが、まあネットに起こってるみたいなんだけど、じゃあ任天堂64のマリオのスタイルで、ニルバーナネバーマインド作るとか、結構ねそういう面白い試みが最近流行ってきてます。でやっぱりなんだろう、この参照してるのが90年代の、まあ、ゲームの音源とかが多いんで、カバーされてんのがねめっちゃオルタナ、まあほんとニルバーナとかアリス・イン・チェインズとかピクシーズとかそういうのが多くて、なんかそのあたりのスタイルの融合みたいなのがねものすごく面白いんで、ちょっと紹介したいと思います。まずちょっとね音源聞いてほしいんですけども、ニルバーナネバーマインド収録の説明不要の名曲リチウムのマリオ64のサウンドフォントカバーです。どうぞ。はい、いかがだったでしょうか。まあ世代の人だったらもう一聴して一発でこれマリオ64のあの音だみたいな感じがわかりますよね。あの海のステージとかで使われてた音の感じがするみたいなね、もうほんと音の記憶ってすごいもんでね、なんか一発であの音だってねわかりますよね。そしてなんかこうインストに置き換わるとよりカートの作曲、まあコード進行とかメロディーの当て方のセンスみたいなのが逆に際立つ部分もありますよね。この制作者の方、ネバーマインド、すべてマリオ64のサウンドフォントで、カバーしてるんでね、ちょっとリンク貼っつけておくんで、ちょっと気になる人は、聞いてほしいと思うんですが、もう一曲ね、抜粋させてください。個人的にすごい好きだったのが、というか原曲も好きなんだけど、ステイアウェイなんですよ。ステイアウェイね、ちょっとね、聞いてほしいです。どうぞ。このなんだろうね、オーケストラヒットの音、これをディストーションの効いたギターと置き換えた感じの、アレンジとなってますけど、メタルマリオとかが確か、オーケストラヒットの音使ってるんだよね。メタルマリオのなんかグランジみたいなね、不思議な感触。でもこれとかもやっぱなんだろう、なんか本当にカートのリフのセンスっていうか、まあ、このサウンドフォントのカバー作った人のセンス、解釈の面白さもあるけど、このね、楽曲めっちゃ面白いなと思いました。ちなみにこの人ね、インユーテルもやってるんですよ。丸々全部。インユーテルからも一曲紹介させてください。セントレスアプレンティス。
はい、これもかっこいいですね。まあ、インユーテロもね、アルバム俺通して聞いたんだけど、ちょっとインユーテロはなんかそのノイズの成分とかがすごいある曲が多いじゃないですか。まあ、レイディオフレンドリーユニットシフターだったりとかさ、ああいうのはなんか、ニンテンドー64のサウンドとは相性悪いのかなとかも思ったりもしたんだけど、まあ、インユーテロの中だったら僕はこの曲が特に、好きでした。はい。でね、続いてこれね、本当にもう出落ちみたいな感じなんですけど、アリス・イン・チェインズのダート。これもですね、アルバムまるっとマリオ64のサウンドフォントで、制作された動画があって、それの1曲目のゼムボーンズですね。これマジで出落ちみたいな感じなんだけど、ちょっとマジでおもろいんで聞いてほしいです。どうぞ。まあこれはもう本当にね、思いついたからこれやりたかっただけでしょみたいな感じもするけど、もうちょっとコメディまで行っちゃってますよね。ピーチインチェインズってね、このジャケ。てかなんかジャケもまたいいやつ多いんだよな。なんかただの適当なコラに終わらないね。なんかそのあたりのこだわりも感じますよね。そしてですね、レディヘもあるんです。はい、レディオヘッド、インレインボーズからボディースナッチャーズ。これもね、めっちゃこのアート全体がかっこよくて、マリオ64のあの絵画の中に飛び込んでステージの選択をするじゃん。その時の選択の画面がこの曲順になってるんですよ。この星がいっぱい並んでて1、2みたいなね。それもちょっと合わせて聞いてほしいです。どうぞ。はい、これめっちゃかっこいいよね。アイディアが素敵。なんかやっぱりオルタナの音源が非常に多いんですよね。特にここ最近の流行りだと。もうね、最近マジで、サウンドフォントで検索するとなんか毎日のように新しいアルバムが発表されてて、この間はインセスティサイドが発表されてたのかな、ニルバーナの。なんか本当にね、すごいペースで出てるんですけど、ちょっとこのあたりで、少し遡ってですね、まあこういった動きって本当に何年も前からあるんだけど、最近なぜか再燃してる、そんな感じなんですよ。ちょっと古い音源紹介したいんですが、まあ古いって言っても3年前とかそれぐらい、数年ぐらいのラグの話ですけど、カービィの夢の泉の物語、ファミコンのカービィですよね。それでビートルズの With a Little Help From My Friends のカバーやってて、これがね、個人的に結構、いろんなの、ディグった結果めっちゃかっこいいなと思ったやつなんで紹介させてください。どうぞ。はい、いかがでしょうか。なんかビートルズのなんだろうね、このメロディーセンスっていうか、チップチューンになっても健在感あるよね。このインストになると、まあ歌詞の要素なくなるし、じゃあ歌詞が持ってる、その、まあ母音とか子音のそれぞれのニュアンスとかもなくなるから、なんか傾向として、そのまんま、普通のボーカルがある曲をチップチューンに置き換えると、ちょっとなんか、繰り返しが単調に聞こえる傾向が僕はあると思うんだけど、この曲に関してはね、With a Little Help From My Friends に関してはなんかもうバッチリ一発でハマってるなっていうイメージですよね。まあこの作者の人の解釈、アレンジも素晴らしいと思います。そして続いてですね、これ、またね、ややこしいやつなんだけど、
FF7 の雑魚敵とのバトルのテーマあるじゃないですか。めっちゃ有名なやつ。それを、ゼルダの伝説、時のオカリナのサウンドフォントでカバーするっていう。だからゲーム音楽からゲーム音楽っていうパターンですね。ただね、これもめっちゃ面白い。で、これも一聴しすぐに、あ、これゼルダの音だなってなるんですよ。ただ楽曲は FF7 ってね、お聴きください。どうぞ。ゲーム音楽もね、ありですよね。なんかそうなってくると、でも本当にさ、マジでなんかもう沼っていうか、なんかいくらでもいろんなことできちゃいますよね。ということで、いかがだったでしょうか。サウンドフォントのカバー結構ね、最近盛り上がってて、でしかもやっぱりこの音色っていうものに、著作権とかないわけですよ。だからなんか普通のね、音楽制作の場とかで、あ、マリオ64の音を使ってなんかいろいろね、作ろうとかね、ポケモンの音使って作ろうとかさ、ロックマンの音使って作ろうとかな、そういうのね、今後実はありえるんじゃないのかなみたいなね、ちょっと感じてます。ということで、そんな感じでいってらっしゃい。なんでホリエモンで終わったんだろう。はい。